花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾由郎です。一週間ご無沙汰いたしました。金尾由郎の音楽魂。今日も楽しくね、やっていきましょう。松下俊美さん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。桜田武さん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ね、どうですか。ね、引きずり込まれちゃってね、かわいそうに。今日はね、素敵なゲスト、僕がお会いしたのはもう随分前になりましょうか。なかなかね、スケジュールがね、合わずにね、来ていただけなかったんですけどもですね、やっとね、念願が叶いましたけどもですね、ご紹介しましょう。太田次郎さん、イエイ。ちょっとなんかアウェー感って、いやどうすりゃいいんだろう、ね、いやしかし関係ないけど、加藤さん面白いね。ね急に変わるでしょ。次郎さんとね、僕初めてお会いしたのは確か永原源君のお正月のなんか、ああそうだね、あの時にね、へいへいまいまいっていうのをね、今でもやってるんだと思いますけども、お正月みんなで集まってっていうね、歌の会がありましたね。その時に、ね、初めてお会いしたんですね。思い出しました、ね、そうでした、そうでした。もっと 5,6 年前ですかね。もっと前かもしれないですね。6年前ぐらいでした、その時にね、初めてお会いして、次郎さん、まあ、この間プロフィールとかもフェイスブックとかに見る出しましたけども、やっぱりもともとそういうゴスペルのね、そういうことをやられてたっていうこともあまり知らなかったんですよね。あ、そうですか。そう、でもゴスペルを始めたのは20年ぐらい前ですけどね。あ、そうなんですか。とは言いながら、夢としてあったのが、僕がピアノ弾いて、で、ハモンドオルガンが隣にいて、で、まあ、バンドが普通に後ろにいて、それで、女の人のコーラスが3人いるって、これ、レイ・チャールズなんですよね。っていうのがありましたね、自分の中に。で、レイ・チャールズやっぱり間違いなくゴスペルだし、あと、僕にとってものすごい影響を受けた歌手って言ったら、ダニー・ハザウェイって、あれもゴスペルですよね。ダニー・ハザウェイね。そうですか。それはありました。なるほどね。でもあれですか、僕幼稚園の時はね、幼稚園の先生いまだに覚えてますけども、ヨセフ・ベレルさんって言ってね、ドイツの方だったのね。それであれなんですよ、教会があって、お祈りしてたりしたんですよ。一応浄土真宗なんですけど昔はそんなのあったよね。幼稚園はね、カトリック系だったんですよね。僕は幼稚園プロテスタント系でした。ねえ、はい、なんかこう、先ほどね、少しお話聞きましたけどもですね、そういうのから結構、あれですかね、教会音楽みたいな。そうですね、だから幼稚園の頃からずっとあれで、で、中学から、また行くようになって、で、賛美歌歌ってて、これやっぱ面白いなって思って、はい、もっと近づけ、はい、わかりました。はい、ねえ、大体どういう活動されてきたんですか。なんか昔そういうお店でこう歌うところがあったじゃないですか、はい、僕らの世代って割とね、はい、先週西山さんおいでになりましたけども、はい、要するにディスコだとか、はい、クラブとかってお店がねたくさんあって、はい、そういうところで随分歌われてたんでしょう。とかスナックとか、はいはいはい、あとレストランとか、はいはい、あとホテルのラウンジとか、多かったですね。はい、それはあれですか、西山さんともお話したんですけども、その当時もうすごくそれで家建てた人もいるとか言って、あの当時何がいや、さすがにね、家建てた人は夜の12時前に、25分ずつ、はい、お店をで歌って
掛け持ちって言うんですね。で、12時過ぎにもう一本やるっていう、それやって家建てた人はいるでしょうね。で、僕も仕方がなくお願いされて、どうしても人がいないからって掛け持ちやったことあるんですけど、うん、さっき何歌ったか覚えてないんですよね。でも、もう無理、僕は無理ってやめました。だから家建て、立ちませんでした。僕全部飲んで使いましたからね。あ、飲んで使いました、ね。うん、それとね、やっぱりその生活っていうか、その当時から結構俺同棲してたりしたんで、ああ、うん、あんまり言えないですけど、はい、ここだけの、ね、言ってる言ってる。だからやっぱほら生活のため、そういうでほら昭和とかで歌ってても、ええ、なかなかお金にならないわけですよ。あれはお金になりませんね。ライブハウス、いわゆるライブハウス、でもそのやっぱりそういう箱って言ってましたよね、はい、そういうところにいるとやっぱりそういう癖がつくので、つきます。でだんだんそのオリジナルをね、作っていこうっていう感じで、そっち側にの仕事をちょっと抑えて昭和で歌うようになったんですけど、はい、なかなかその食べられないんで、どうしても中洲行っちゃったりとかしてましたよね、はい、そのデビュー前にね、そういう話をもう先週のね西浜さんから引き続きね、はい、今回年明けてからですね、諸岡賢治さん、はい、それからジャズの大野恵里さん、はい、で西浜哲夫さん、はい、で太田次郎さんってボーカリスト、そうですね、うん、ボーカリストをちょっと選ばせていただいたんですよね。でいわゆるそのボーカルっていう方、やっぱりね、僕はなんかすごいこうそれぞれ声って個性があるじゃないですか。それでもうなんか決まっちゃうんで、そのボーカリストの声をねすごく聞きたいなって急に思い始めたんですよ、うん、なんかこう、まあ自分も歌ってますけども、なんかなんていうかな、恥ずかしくてボーカリストとか自分じゃ言いませんけどね。そうそう、まあでもまあ僕歌うしかできないんで、ギターも弾けないしね、あんまり。だからでもなんかちょっと歌に自信がなくなった時期っていうか、ちょっとあって、自分の声のこととか年齢的なこともあるんですけど、でいろんな方がね、その歌ってる方がこう元気で歌ってらっしゃる方のねに会いたくなったのね。うーん、それで今回こういうねラインナップになったんだけども、そう、来週はね編みため急にそうなんですね。そうそう、急に編みため、まだちょっと先編みためてる、編みためさんってボーカリスト、ね、そう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 、だからね、それがこう、うん、CD ができたんで、ぜひということでですね、僕の曲をね録音していただいて、風の中で立てっていうのをね、なんか歌ってるらしいんですよ。嬉しいですね。嬉しい話ですよね。だから出来たてほやほやはね楽しみにしておりますけどもですね、さて太田次郎さんですけども、普段はどういう、まあ、ライブとかが中心になるわけでしょうか。今はつうかライブそのものが昔より減ってますけど、うん、あとはゴスペルを教えるということをやってますから、はい、ディレクションみたいなことですよね、はい、っていうか、あとまあ僕自身ベルカントってまあ、イタリア式の発声法ですね、はいはい、それ15年ぐらい習ったので、うーん、ボイストレーナーって仕事もしてます。はい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 、はい、そう、うん、うん、はい、ボイストレーナー、ボイストレーニングに関して僕一つだけ言いたいのは、はい、今の若い人たちはボイストレーニング受けると高い声が出るようになると思ってる人が多いんです、うん、多いんですけど、僕そういう考え方してません、はいはいはい、僕はもう単純に、うん、ボイストレーニングっていうのは、うん、余計なことをいかにしないかっていう、そうすると、なるほどね、そうすると自分に合った、うん、音の高さのものが出るという、だから、聞いていただくと分かるんですけども、本当に赤ちゃんの頃の、赤ん坊の声、泣き声って聞くと、はいはいはい、すごく自然なんですね。あれって余計なこと、考えもないし、余計な力も入ってないから、あれが一番いいです。で、あれと似たようなことができるかどうか。
なるほどね、はい、それは勉強になるね。僕オランダばっかりいますから、博多弁でがなるっていうね。いやいや、がなるのもありますけどね。いやでもありますけど、あ、それは勉強になりますね。ます確かに。あともう一つは、僕は生徒さんに、レッスンしてる時に音程が狂い始めることがあるんですね、僕褒めます、よかった。へえ。今までは音程合わせるために一生懸命もやんなくていいことをいっぱいやってたのを、ちょっとやめられるようになったから、どうやって音程取っていいか分かんなくなった、これは進歩ですって言って。なるほどね、だって人間音程取るために生まれてきたわけじゃないですからね、確かにそうですね。できるだけ自然な声を出すために、自然な声が出れば一番いいわけですよ。なるほど。ちょっとね、ファックス来ましたね。ご紹介しますか。あ、ちょっとね、これなんか、はい、先ほどいただいた、ね、続きが来たんで、最初からじゃあいいですか、はい、はいはい。ね、大阪の聖子さん、先日スタジオに遊びに来ていただいたね、こんにちは、大阪の聖子です。カナオさん、としみさん、桜田さん、撮影のキキさん、ありがとうございました。タイムキーパーのお姉様、ありがとうございました。先週は突然に乱入いたしまして、ありがとうございました。そう、突然ね、来る人がいるんですよ、ね、本当に楽しかった。1分前に入ってくる人がいますから、入ってくるっていうか、僕がちょっと ね、中にね、お招きしたんですけど、はい、皆さんに愛されてるのが肌で感じました。不思議に動画で見ているので、何回も お邪魔しているような感覚でした、外で見ていらっしゃるご婦人の優しい眼差しが忘れられません、美空ひばりさんの杖のお話、肝に銘じてどんな職業もと感じた次第でした、いいお話でしたね。今日は初出演の太田次郎様、おめでとうございます。そして初めましてです。皆様で、トーク盛り上がって楽しいお話教えてくださいね。リクストは自分に負けないようにネバーギブアップをお願いいたします。今日も一日ハッピーでありますように。ラジオのご拝聴の皆様、すべての方によろしくお願いいたします。の追伸で今来ました、聖子ですが、カナオさん、最高と叫んで私が内心すっきりかっこよかったです。電波に流れてごめんなさい、言い忘れたんですみません、ここでほら、歌い終わった時にかっこいいかなとかして言ったカナオさん、最高とか言ったんだけど、そうそう、その声がね、自分で気持ちよかったって。これはだから、いわゆるその普通のラジオというかね、そういう感覚じゃなくて、部屋に遊びに来るような ね、感覚の番組にしたいのと、やっぱりより多くの方々にね、それは僕の目から言ってよ、素敵な、だと思う人を紹介したいだけの話よ、だから、でもお客さんが見えたらやっぱりちょっとライブ感の感じになるよね。なりますよね。ね、そうするとなんか手拍子なんか来たりなんかして、お客さんって、ここにね、見学の方がいらっしゃるとね、いらっしゃるとやっぱりちょっと燃えますよね。だからそういうのって電波を通じてなんかやっぱ想像される方はね、YouTube 今撮ってますけども、ラジオってこうそういうところが面白いと思うんだよね、想像できるから、テレビって全部出ちゃうけども、なんか今映像撮ってるけども、昔からラジオってほらその想像力、想像するのが楽しかったのもあるし、結構ギリギリのとこまで言えたりするじゃん。俺ちょっと何回かしましょうか、行きましょうか。ギリギリ超える時もあった。危ない時もあった。危ないことばっかりだったからね。でも次郎さんの声の響きすごいね。そうそう。響きますからね。それはね、早速ね、今日ちょっと生の声をね、ちょっと聞かせていただこうかなと思うんですけども、はい、いかがでしょうか。はい。太田次郎さん。チューニングさせてもらっちゃいます。いや、全然してください。これ、お一人で。もう一方じゃあ、ね、ご紹介しましょうか。チューニング中ね、皆さんこんにちは、寒さはどうですか。シカゴもマイナス28度シカゴとか言ってるし、本当にこの星はどうかしてきてますね。先週の金玉も変わらず楽しくゆったりとした時間が流れて最高でした。ありがとうございます。ブルースって出てこなくてリクエストしていなかった、一番聞きたかったミッドナイトブルースが聞けてとても嬉しかったです。ミッドナイトブルースね、タイトルが分からなかったみたいでしょ。昭和っていうね、ライブハウスが博多にあって、ね、その時期に歌ってたんだね。それちょっとやってみましたが、よかったね。じゃあ、はい、さて今週のゲスト、太田次郎さん、はじめまして、ようこそ、いくつか動画を拝見しましたが、もう完全にオイラの好みと一致して素
敵でした、うん、You've Got a Friend には個人的な思い出もありますし、うん、ルート66は、カナオさんと歌ってる姿まで想像しちゃいました、うん、今日は素敵な方々に囲まれてリラックスした雰囲気を楽しんでくださいね、うん、今日はリクエストはしません、はい、お好きな曲をお好きなように楽しんでくれてるところを楽しみます、はい、今晩おいらは2年ぶりにムーニーさんに会ってきます。ムーニーさん、あ、今行ってんだね、あの博多ね、はい、そうなんだ。カナオさん、あさっては素敵な雰囲気と美味しいホットドッグを楽しんでくださいね。あの、あさって、明日、日曜日が横浜ジョンジョンでやりますね。ね、あの、流し。はい、博多のミキさんからいただきました。うん、ありがとうございます。僕からのたけしとね、流します。ができたようですから。これもありますけどもね、大阪の聖子さんもね、本当にありがとうございました。あの、わざわざね、大阪から来ていただいたっていうのもあるしね、とてもなんか、会えたのはね、あのでたくさんね、喉飴とか山ほどもらったんですよ。でね、あのセリカさんってね、僕お会いしたことないんだけども、あのシンガーの方がいらしてね、あの男性なんですけども、その人が喉のスプレーみたいなのもね、たくさんこういろいろ入って、飴もたくさんいただきました。美味しかったです、ありがとうございます、ということでね、それゼロさん、どっちします、うん、何しましょうか。じゃあせっかく表にあるんで、それにしましょう。こういうノリがいいじゃないですか。これは何、これはチャップリンですね。ああ、これスマイルですか。はい、映画の、ただその時には歌詞はついてなかったらしいですよね。あ、そうなんですね。あ、はいはい、演奏だけで、でチャップリン作った時に、あの人もうすでにお金持ちだったので、うん、あのだけ録音して、自分のところに録音、うん、レコーダーがあって、それで、別のアレンジャーに渡して曲になったっていうふうには聞いてます。そうだったんですか、いい曲ですよね。素晴らしい曲ですよね、はい、スマイル。Smile even though it's breaking, though there are clouds in the sky, you get by if you smile through your fears and sorrows. Smile and maybe tomorrow you see the sun come shining. Your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, where's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile.
smile. Come and smile. If you just smile. Yeah. 素敵じゃないですか。やっぱりどうでしょう皆さん、このボーカリストとね、もうボーカル素敵な歌、うん、This is voice ですね。素敵な歌声を私久しぶりに聞いた感じがする。え、悪かったね。なんかなるばかりよく言えよ。俺なんかね、俺なんかね、もう最近ね、隣に座りたくないって言われるんです。やかましいから。いやいや、コーラスができないって言われる。全然ほらタイプがね、タイプが違いますからね。いやーねー、ちょっとブルーノート言ったような感じで。あー、ブルーノートね。そういう雰囲気になっちゃって、素晴らしい。そうですね。ジローさん、自分で曲を書いたりも、されますか。やっぱり結構ごくたまに。え、そうなんですか。え、書けないんですよ。どうも書けないんですよ。なんでか分かりませんけど、努力はしてます。いやでもあれじゃないですか、なんかね、この間ほら、あそこの高円寺でちょっと飲んだくれ会みたいなのありましたよね。飲んだくれ会っていうか、あの楽しい、あのマジカルヨーヨーストリングスのお二人とね、あの行ったんだよね。その時ジローさんとね、お会いして、でその時にまあ今回のね、あの話とかもちょっと、あのもう捕まえた、いい加減で来てくれませんかっていう。たまたまね、今のはいい加減にでしょ。あ、いい加減に、そうそうそう。どうもいい加減に来ました。それで、あのね、そうそう、そういうご縁もありましてですね、まあ、このカバーをね、歌う方っていうのはたくさんいらっしゃると思うんですけども、やっぱりその、自分の、こう、カラーになるっていうか、それがまあカバーだと思うんですけども、それ、まあ、ジローさん歌うとね、そういう感じになるし、まあ、キャリア的にはもうどれぐらいやられてるんですか？もうちっちゃい時から。まあ、歌はね、子供の頃から歌ってますけど、はいはい、人前で歌うようになったのは、人前っていうか、まあ、はいはい、分かりやすくて、お金をいただいて、歌うようになったから、はいはいはい、自分の年齢でどうなんだ、40年ぐらい、まあ、ですから、高校生ぐらいの頃から、あの近くに六本木って町がありましたので、はい、近くに六本木っていう町ね、僕もね、近くに六本松っていう町が、博多の、いやいや、近くじゃなかったんですけども、そうですか。はい、で六本木に行ってギター抱えて行って、あの歌いたいんですけどって、分かった、ちょっと歌ってみろって、おし、分かった、じゃあとりあえず週3回雇ってやるって言われて、はい、酒も飲まない時代ですよね。なるほどね、はい、あ、今思い出します。10代から、そうです、10代から。そうなんですか。週3回はすごいね。そうですね、ね、すごいですね。みんなで黙っちゃった。いや今もう昔のことを思い出してたんだけど、10代、僕はまあ高校生の、まあ、このラジオ聞いてらっしゃる方はご存知ないと思いますけど、六本木のドラム缶というスナックでしたね。へえ、どこら辺ですか。僕六本木ね、20年ぐらい住んでたんですよ。明治屋よりももうちょっと、明治屋のとこ、材木町よりです。材木町っていうのが渋いよね。西麻布なんて知りません。昔は材木。そう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 。霞町とかね。うん、泉屋の先とか、裏。泉屋ってお菓子屋さんありましたよね。泉屋、ありましたっけ、ありました。ありましたっけ、老舗のね。明治屋よく行ってましたよ。あの裏のとこで僕も歌ってたんですよ。ちょっとしばらく。へ、元なんか役者の人がやってた店があったんですよ。はあ、ちょっと隠れた。ゴールデンカップとかあったじゃないですか、昔。あ、ゴールデンカップありましたね、はい、はい。その手前の、何の話してんのかなと。あ、そうか。うん。で、その頃ってもう10代の頃ってもう相当昔ですよね、じゃあ。そうですね。はい、まだ僕は
子供だったからわからないけど、六本木野獣会とかあった。野獣会って、はい、あれですよね、女優さんのね、大原麗子さんとか、ね、うん、大原麗子さんとか、誰だっけ、チャーミングな女性いるじゃないですか、加賀まりこさん、加賀まりこさん、あの辺とかね、男で言ったら、井上純さんとか、純さんとか、釜石さんとか、あの辺、そうですよね、ですね、野獣会、ユーミンは可愛がられたらしいですね、そこの、その辺で。そうなんですか。聞きますね。ユーミンの噂ももう聞いてました。デビュー前から。荒井由実の頃ですよね。はい、はい。はい。面白い子がいるっつって。そこら辺からもう文化がバーッと広がってたんですね、なんか。ですね。今の六本木とわけが違うよね。今なんかもう全然変わっちゃって。ギロッポンなんて言いませんね。ギロッポンってなんだよ。昔のがおしゃれだね、イメージだった、うん、なんかそういうところとか、やっぱりちょっと飲み屋さんも個性的なね、うん、俺六本木の天野のとこで立ち飲み屋があったの知ら、誰も知らないでしょ、立ち飲み、あのね、酒屋の横入っていったら中がね立ち飲み屋だったのよ、それ交差点、それ上州屋の、そう全部言っちゃった、いや、そう、立ち飲み缶詰しかないの、その代わり、缶詰今日サバ行こうかとかってね、そう、缶詰食べながら酒飲むんですよ、うん、いや、そういうのはありますよね、いわゆる角打ちという、そう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 、はい、角打ちみたいな、角打ち、そうそう、はい、そういうところがね、天野のところにあったのよ、誰も来ない、だって六本木遊びに来て辰巳とか来ないから、そういうとこでた、まあ、集まってたわけよ、野獣会とはえらい違いなんて、いや、えらい違いだから俺らの頃 もっと後だから、そうですよね、うん、金のない、それはもう豪華な人じゃないとは好きやな、キャンティーなんていけないもんね、いけないですよ、キャンティー行ったことある、ね、あなたひばりさんの事務所がその近くだったんじゃないの、あ、近かったですよ、さっき の西麻布の方、はい、霞町っていうところでしたね、はい、事務所最初のね、あ、そうなの、うん、そのマンションにはね俳優さんが住んでたの、そういえば、あ、本当忘れちゃったけど、ついひばりさんの事務所にいた頃の話、ひばりさんのじゃないですかね、はいはいはい、ひばりさんの事務所はもっと霞町にありましたよ、あ、そうですか、はいはいはい、あの辺に、というね、大変な話をしてしまいました懐かしいですよね、昔のね、うん、でもその時そういう話ってなかなか次郎さんもあんまり人に しなかったりしないでしょ、そんなに、だいぶ古い話も、ね、いや、つかそういう話ってわざわざする話じゃないですよねいや、いや、うん、だから、まあ、話のついでに出てくるという、そうすると、はいはいはい、いや、実は俺もねっていうタイプの話で、そうすると下手すると誰それに会ったことがあるとかくだらない自慢話とかねそういうのは出るよね、面白いね、そういうのは好きですけどね、あくまでも自慢するんじゃなくて、いい、ちょっと自慢してもっていうようなね可愛げのあるやつは好きです、ユーミンとかもその時代からもう結構あれですね、注目されてたわけですね、されてましたね、はあ、矢野顕子さんとかね、あ、はい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 、どこそこので出てるとかいうのは高校時代から聞いてましたね、はあ、なるほどね、評判になってました、はあ、はい、まあ、そういう中でね、世代的にも割と次郎さんと僕は、まあ、近い世代に、ね、なりましょうかね、でもまあ、共通のお友達がかなりたくさん、先ほどからもね、ね、お話すると西山さんとも、ね、はい、出会いがあったみたいで、たくさんいますよね、びっくりしました、うちはも年は一緒ぐらいですよね、うちは一個上ですね、あ、じゃあそうか、そういうキャロルって昔からいるから、そうですよね、年上、ものすごい年上のような気がしてさ、うっちゃんと地方に一回行ったことあるんですけど、うちみさん、うちみさんって言ってね、電車の中で、いくつぐらいですかとか言ったら、一個上だったのよ、なんだって、かなちゃん、うっちゃんみたいないや、そう、デビューがほら早いと、そう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 、まあ、兄さんになりますよね、でもそのものすごい上のような気がしてたんですね、うん、この間飲み屋でうっちゃんにばったり会った時に、はい、あ、どうもとか言ったら、うん、一緒にいたから、え、こちらどちらって、いや、この方は次郎さんつって、もう大先輩ですよ勘弁してよって
何が何先輩だろう。面白い。この間、ね、一緒になったんですよ、内海さんと、はい、でアコースティックライブみたいなの、はい、ビッグボカなんかでやって、で僕のなんか不良中年のすすめっていう歌があって、はい、内海さんが一番前で手拍子しながらな、なななな、って歌ってるっていうのがおかしかったな。嬉しかった。いや嬉しいのもあるけども、宇治原さんがニコニコしながらナナナナ音頭を手拍子しながらやってるって姿をね、無防備な姿、そう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 、無防備にうっかりしてる。いやでもね、そういう出会い、まあこのラジオをね通じての出会いですけども、そういう出会いができたっていうのは僕は素晴らしいなとかやっぱ思うんですよね。素晴らしいですね。そういう、うん、そういうことぐらいしか財産ってないんだよね、うんうん、普段お金がね あるわけじゃないし、そのね、うん、生き方が下手っていうかね、まあ全部飲んで使ってそれで終わり、それで終わっちゃって ね、ということでね、二郎さんのライブスケジュールちょっとご紹介しましょうか。あ、今すぐ出なかったら出ます、出ますか。先ほどちょっと伺おうとしてたんですけども、2月とかございましょうか。2月の13日の水曜日、13日の水曜日、はい、はいはいはい、先ほど言ってた、うん、うっちゃんとばったり会った飲み屋が、はい、すぐ近くにある池尻大橋の、はい、池尻大橋、はい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 、うっちゃんも出てますけども、あ、そうですか、はい、チャドっていう、あ、チャドね、はいはいはい、池尻大橋チャド、チャドで僕ね、伺っ歌ったことはないんですよ、はあ、歌わせていただいたことはないんだけどもね、確かね吉田よし子さんを見に行ったのかな、はあはあ、その時にそう高田渡さんの、はあ、まあ関係みたいな感じの回だったと思うんですけども、はあ、よし子さんを見にね伺ったこと、素敵なね、こじんまりとした、じゃない、うん、はい、でもなんか素敵なねお店ですよね、あそこ長いお店ですかね、結構結構長いみたいですね。そうなんですか。まあ、まあ、でも20年 どうでしょうね、僕もここ、あ、でもここ15年ぐらいですね。15年、はい、はい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 、はい、あ、そうですか。ある方がいらっしゃって、うん、太田次郎の歌をぜひチャドで聴きたいって言われて、うん、で、うん、高橋誠というのがやってるからそこに来いって言われて、ほう、で行って、うん、それからそこに出演するようになったんですけど、うん、なんでそこだったのかって聞いたら、うん、その呼んだ人の家の近くだったんです。自分家の近くの、ライブハウスで、太田次郎を聞きたいという。ああ、なるほどね。単なるわがまま。わがままね、客がいるんですね。昔は遠くからお客さんが来てくれたね、うんうん、最近こっちから行かないと来てくれない時代になりましたね。はい、そうかそうか。これが2月の、13日ね。それはまあ僕だけじゃなくて、女性ボーカルと、あと、ジェナっていう女性ボーカルと、ジェナさん、はい、リーっていうギタリストと、ほうほうほう、リー・エイソクという、はいはいはい、3人で、はいはい、もうこれは10年以上この組み合わせでやってます。そうなんですか、はい、それもやっぱりその割とちょっとゴスペルっていうか、いや、まあ、いろいろポップスとかもあるんですか。リーは僕ら2人が歌ってるのを大人のポップスとは言ってますけども、ゴスペルもやるし、ロックもやるし、はいはいはい、例えば、愛した人はあなただけ分かっているのにみたいなのもね、あ、やりますね。いいですね。だから歌は何でも、うん、いいと思って、はいはいはい、はい、自分なりの解釈でやってます。うん、なるほどね、はい、ということでですね、太田次郎さん今日ねお越しいただいていますけどもですね、ひたすらバカ話が、いやいやいや、いつもこんな感じなんですか。そうです、このバカ話、あ、いいですね。だってエディーバーンさんを呼んだ時にエディーさんと風呂の話しかしてないですもん。風呂、うん、風呂好きなんですよ僕。エディーさんと一番最初会ったのは銭湯だから。はあ。横浜の。はあ。銭湯の話してたら終わっちゃったんだ。お前ら、お前音楽の話全然してねえんじゃないかお前とか言われちゃって
まあ、それでいいんじゃないですかね。そういう。いや、さっき打ち合わせで椎間板ヘルニアの話をしよう。そうだよ。ヘルニアね。ねえ、ヘルニア。いろいろ。ちょっとこれしだすと終わるね、番組。まあね。また今度後日。僕この話だって1時間喋れますからね。ちょっとやっぱ、二郎さんもね、僕と同じ、ちょっと首がね、っていう話をさっきしててね。指が痺れるんですよ。辛いです。うん、同じ、だから、割とそういう痛みが分かる方かなと思ってね、お話してたんですけどもね、その話はちょっと詳しい話はまた次回いらした時にね、はい、皆さんお楽しみいただきたいと思います。ね、頸椎痛めてる人結構多いんですよ、うん、今周り。ちなみにこれラジオだから見られませんけど、うん、そのために僕最近買ったのが猫背矯正ベルト。あ、それいいらしいですね。自然と少し持ち上がります。持ち上がるでしょ。そうするといわゆる首が前に出るのも、それがね、僕もね、ちょっとやっぱり今僕ちょっと簡単なストレッチやってるんですけど、はい、それいいですよ。それも僕ストレッチポールも買いました。 あれにこう乗っかってこう、あ、はい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 、肩甲骨こう元に戻すとか、うん、ほらこれもう話がキリがないよね、もうそれちょっと特集しましょうか。そうですね、うん、ヘルニア特集みたいなね、それちょっとやりましょうよ今度。いや、うん、歌も混ぜながら。そうですねじゃあ二郎さんね、今日は桜田君とね二人で初めてですけども、はい、素晴らしい、またギターありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいね、うん、ね、いい感じで、うん、いやいやいや何やりましょうか。じゃあちょっと全然違うタイプの曲やりますか。じゃあ、うん、これで、あれです。あ、ビートルズ行きますか。なんだったら一緒に適当にコーラスを入れていただいて。あ、僕コーラス下手くそですもんね。あ、そうですか。うん、じゃあ、いや、あ、do what he please. He wearing a shoe shine, he got chosen fruit roll, he got nugget finger, he shoot a Coca-Cola, he say, I know you, you know me, one thing I can tell you is you got to be free. Come on, come together right now over me. Come on, guitar. Just to do what he please. Come on, come together right now and stop the world, stop the world, stop the world, stop the world. Come together over me.
い、ね、これあのハイトーンの声でもやっぱり素晴らしいんですね。なんかね、低い声は低い声でね、声が低いんです、ね、これやっぱ使い分けがあるんですか。もともとは今みたいな感じの割とハイトーン、いや、もともと声低いです。そうなんですか、はいはい、いや、ほんと響く ね、友達に冗談で言われたのが、ジロー、お前アナウンサーみたいだよって、はい、そうそう、はい、それでは本番いきますみたいなね、あアナウンサーっぽい感じだね、響きがね、うんうん、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。海外のラジオの声になんか似てね、低音がガツンと聞いて、うん、CNN かなんか、そうそうなんつうんですか、そういうのね、こう、あ、お、まあ、やめた練習してないし川崎 FM、 あ、なんかジェットストリーム、ね、ジェットストリーム古いね、それもね、大好き、うん、ジョーさんね、ジョー、タクヤ、タクヤ、ジョー達也、達也、ジョー達也は骨まで、ね、骨まで愛してるね方ですけどもね、ということでね、もうお便りいいですか。はい、お便り終わってますね。今日なんかじゃあ俺、あ、なんかリクエスト、リクエストはさっきのネバーギブアップ、ジプシー、これは関係ないの。あ、これ昔のですね。あ、前のやつですか。優、はい、が来てましたか。なんか俺歌おうかな、じゃあネバーギブアップが来ました。ネバーギブアップ、うん、聖子さんの、あ、大阪の聖子さんのねですね、うん、それちょっとこう、あ、コード、はいはい、俺譜面歌詞カード全部ね忘れてきた、今日何もないんですけど、歌詞カードをあんまりね、あのライブの時も見てないし、もう見えないのよ、老眼が強くて、だからもういいんだけど何にもね、歌詞カードって見てないんだけど、ないと不安になるっていうねきっとね、あの昔のフォークの方はね、あのずっと置いてたけども、僕もなんかあの弾き語りとかしてる時はね、あのありましたけども、もう今もう見えないんですよ。確かに、だからなくてもいいんだけど、なくてもいいんじゃないですか、うん、You っていうね、曲 Never Give Up、 いきますか。いや、これいいですよ、あのジローさん、なんか、はい、Never Give Up のコーラしかないけど、まあいいか、はい
はい、大阪の聖子さん、博多の美希さんからね先週いただいてました、You という曲でしたけどもですね、はい、本日のねゲスト、太田二郎さん、ありがとうございます。素敵なコーラスありがとうございます。最後にですね、告知をお願いします。して2月3日横浜ジョンジョン、誰ですか？加納さんです。はい、ありがとうございます。誰でしょう？渡辺武さんね。はい、投げ銭ライブです。投げ銭ライブっていうね、2月9日赤坂フラットンカンティーナ、はい、6時オープン19時スタートです。これは2月9日ですね、赤坂フラットンカンティーナ、9日土曜日ですね。土曜日ですね、はい、これはごぼう鈴木さんドラム、はい、渡辺武くんギターというね、はい、赤井浩二郎さんベースです。赤井浩二郎くんベースとね、で松下俊美、山本和さんがね、でね、オープニングとしてね、山本和さんと、三津さん、三津さんのね、デュエットで鳴らすものっていうね、鳴らすもの、うん、音を鳴らすものじゃないですか。鳴らすものかと思っちゃうけどね、鳴らすものっていうね、バンドのパターンじゃないの？いや、うん、2人のデュエットっていうことになりましょう、一緒にやります、ね、一緒にやります。ぜひ、2月9日赤坂フラットンカンティーナ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。二郎さんの予定とかは間近が2月13日、はい、2月13日、そのホームページとかそういうのは太田二郎、太田二郎さん検索してもらえば、太田二郎んドットコムで、はい、OHTA ですけどね、はいはいはい、 OHTA、 はい、で検索していただきたいと思います。 OHTAJIRO、 はい、なんかラジオみたいドットコム、どうです二郎さん、ね、これラジオ面白いでしょ。面白いですね。やってないですか、ね、その声でやられると。いや大昔、うん、FM の、DJ やらないかって言われたんですけど、うん、やらずに来ちゃいました、はいはい、もったいない。僕なんか喋るのがすごく苦手なので、まさかラジオをねこれ10年もするとは思いもよらなかったんですよ。いや上手だなと思いますよ。いやいや最初いろいろ言われたんですよ。エリアがこう狭かったりするじゃないですか、はい、そうするとほら聞こえないラジオやってどうすんのとか、あ、まあいろいろ言われましたけど、で喋りが全然ダメで、歌はまあそこそこなんだけど、もう喋るのが全然ダメだねって言われて、そこそこいやその相手が言ったことですよ。僕は思ってないですよね。はいはいはい、全然、いやいや、うん、そこそこどころかね。いやいや、そういうの結構ありましたから。でもねやっぱね自分が信じてることをずっとやってたら。どっかやっぱり伝わるんですよね。たくさんの人がね、今、まあ僕の歌もカバーしてくれるし、聴いていただけるようになったんですよ。うん、で、横浜 FM、横浜 FM じゃない、川崎 FM 開局23周年になりましょうか。そんな半分僕やってるってことですよ。すげえ。すごい。すごいね。ねえ。11年ってそうですよね。そうそうそう。半分近い。あっという間にね、過ぎちゃったけど、うん、これでいいのだろうかとか思いつつね、なんかね生きがいになってんのよ。体調悪くて歌いたくない時なんて何回もあるじゃないですか。ありますあります。体調悪くてもずっとやり続けなきゃいけないわけですよね。あと体調悪くて、うん、ああもう休めたらなと思ってもやんなくちゃいけないでやってると、そうなんか楽しいじゃんとか、そうそうありますよね。なりますなります、ね、で自分が思ってるほどね、人はそんなに聞いたりしてないんでね。あ調子が悪いとか言ってても人はなんか分かんなかったり、細かいところはね、そう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 、自分だけこう思うんだけど、でもその思い込みってさ、思い込み一つでさ病気になったりもするわけじゃん。そうそうねえ、こう怒ってばっかり言ったらポッとがん細胞ができたりとかその瞬間あるから、笑ってた方がいいんだよね。そうですね、笑うのを嫌い。歌うのが一番いいらしいですよ、ね、そうなんですか、ね、歌うのが一番いいらしいですね。へえ、うん、へえ、なんかいいこと聞いた。いやいやそんな、ね、今さら二郎さん、じゃあ最後にですねちょっと締めていただきたいと。一番最後僕がねやることが多いんですよ、途中でカットできるから。あ、だから、うん、二郎さん の、はい、途中になるかもしれませんが、それはもうね仕方のないというか、なんかじゃあせっかくですから
あのさっきチロッとやったやつをあのやってみたいと思います。あ、日本語の歌？そうそう、あ、はいはいはい、これあれどちらの歌でしたっけ？これ、そのまりさん、そのまりさんです。そのまりさんの歌。ただそれよりも僕としては、うん、あのあれです、日本のジャズというふうに考えて、うん、これ、うん、あのうち大和のあれ作ったあの というよりは、まあ、ですからあの、はいはい、宮川先生が曲、あれ安志という字、通るって読むらしいんですよ、うん、読めない、僕もそうです。で、愛した人はあなただけ、わかっているのに、心の糸が結べない二人は恋人、好きなのよ、好きなのよ、口づけをしてほしかったのだけど、切なくて涙が出てきちゃう。愛の言葉も知らないで、さよならしたいと、たった一人の懐かしい私の恋人、耳元で大好きとのだけど、恥ずかしくて笑っていた私。好きなのよ、好きなのよ、ということでね、今日のゲスト太田次郎さんでした。イエイ。切なくて涙が出てきちゃう、シャバラバッバッディラドバファルジルバルジルダルファルル、どうもありがとうございました。太田次郎さんでした。ありがとうございました。桜田拓司君、ありがとうございました。ありがとうございました。松下さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。お相手は金尾芳郎でした。来週のゲスト、アミタメのお二人です。お楽しみください。See you next time! Oh,
優しいあの人は